ートがずっと動かないんですよ。で、なんでかなって思ったら、ほら羽にもう針が刺さってかわいそう。ちょっと待ってね。痛いね。ちょっと待ってよ。もうめっちゃ刺さってんじゃん。もうハリスはちゃんと持って帰んないとダメですよ。よいしょ。ちょっと取れるかな。ごめんね。ちょっと待ってね。よいしょ。待ってね。どこにどう刺さってんだろう。ちゃんとゴミ持って帰ってまでの釣りですよ。あー、もうかわいそうに。ちょっと待って、ね、結構奥まで入っちゃってんだよね。これどっちが、あ、ちょっと待って、こっちかな。刺さってたかも。この子かわいそうに。ちょっと、あ、待って、もうちょっと、あ、ちょっと待ってよ。置いたら逃げちゃうんだよ。この返しにくっついてるところ。ここで手が届かない。もうちょっとなんだけど。このね、皮っていうか身をハサミで切れたらいいんだけど、両手が使えないから。あ、取れた。やったー。あー、でもちょっと結構奥まで刺さってたみたいだけど、大丈夫かな、治るかな。あと引っかかってたりしてないかな。大丈夫ですね。はい、飛べる。で、さっきまでこの子とあと1匹ハトが、1匹ジワか、多分夫婦とかなのかな。バイバイ。飛べるかな。もうほら、と取れましたけど、まあ、こんだけ小さい針でも小さな動物たちには危険なものなので、ちゃんと持って帰ってください。